前回は、自然発生説という話をちょっとしました。ズボンの中に汚ねも入れたネズミが出てきたっていう。そうそうです。ネズミが、生成された。生成されたってことです。ネズミが欲しいと思ってますよね皆さん。そう思ったら、汚いシャツと小麦粉をツボに入れて3週間置いとけば、ね、いつでもネズミを生み出すことができます、うんうん、っていうのがまあ17世紀の、まあ、割と高名な学者の人とかも普通に言ってた、うんっていうのはまあ骨董でした。まあ他にもね、ハエは腐った土や植物からとか、ミツバチは腐敗しつつあるお牛の内臓から生まれるとか、うんうん、あとはまあシラミは腐敗しつつある鶏肉から生まれるとか、はいはい、まあまあちょっとね、前回の終わりで言ったの、終わりだったかな、あので言ったのは、コバエがね、出たっていう話をちょっと二人ともして、うん、はいはいはい、したね。そう。まあ、わからんでもない、発想としては。うん。ん自然だよね。うん。見たことないし俺らだって、コバエの卵もコバエの牛が育ってるとこ見たことないからね。ずっと見てるわけじゃないからね、うん、見てるわけじゃないから、確かに急に出た、うん、まあ、もしかしたら湧き出てきたのかなと思うのも、まあ自然だよねって話をまあちょっとしましたと、うんうん、まあ、でもとはいえ古代の頃はまあそういう発想あっても、うん、まあ、17世紀これ最終的な論争19世紀まで行くんですけど、はいはい、にまあ決着がつくんですけど、うん、それまでなんでそんなにこんな、まあ今から考えると突拍子もないようなアイディア、うんが、まあ、信じられてたのかっていうと、まあ、元々はアリストテレスが、うん、自然発生説を唱えていたからだと。はい、で、まあ、それが、まあ、スコラ哲学なりなんなりで、まあ、まあ、まあ、正当とされてたというかね、アリストテレスの著作をもとにいろいろロジック組み立てたりしたから、うん、まあ、自然発生説っていうのが、まあ、当然あるよね、というような風になってたっていう話をちょっとしてました。アリストテレスは批判できんと。っていうことですね。はい、スコラ哲学が前世のもとではあんまりしづらい。うん、そこを攻撃すると、それをもとに作られた、ね、教会を擁護するロジックとかも破綻するみたいなことになってしまえば、うん、ちょっとやばいねっていうことで。やりづらかったんだよね。やりづらかったっていうのもあるんでしょうね。これちょっと前回紹介だけして何も引用しなかった、ね。アリストテレス全集11、動物の発生についてでございます。はい、これを僕も全部通読したかったら、まあさすがにちょっと難しかったんですけど、うん、まあ、パラパラって開いて、なんか自然発生説、まあ、論じてたり、うん、もしくは自然発生説を前提に語ってるところがあるかなと思って探したら、うん、まあまあまあもちろんいっぱいありまして、はいはい、ちょっとね引用したのをそのまま紹介しちゃうと、例えばね、もう第一章のいきなりに、ね、うん、こんな文章があります、ね、メスとオスとが交接することによって子を産むけれども、うん、親と同類のものを産むことのないものもいる、まあ、この時点でうんって思うんですけど、うん、まあ、続けると交接する動物からではなく腐敗土や余剰物から発生する動物がそのようなものに当たるって、うん、まあ、いきなり書いてあるんですよ、はいはい、ちなみにこの余剰物っていうのは、まあ、ここだと排泄物とかのことを、うん、まあ、示してるので、まあ、ハエとかね、うん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 、そういうものを表してるんですけど、まあ、ちょっとね、なんかいろいろとうんと思うとこあるんですけど、この親と同類のものを産むことのないものもいるみたいな、ほうほうほう、これね、ちょっと今回別に台本に書いてるわけじゃないんですけど、アリストテレスの自然発生説によると、うん、自然発生した生き物たちは、まあ、例えばハエが生まれましたと、うん、でこのハエたちは、まあ、種類によってはそもそも交尾することができない、ほー、かもしくはできて子供は産むけれども、まあ、卵を産んだりするけどもハエになることはないと、へー、いうようなことを主張してるんですよ。観察してそう見えたのかな。これはね、ちなみに今のこの理屈は観察というよりは、多分ご本人のその理屈というか、に合うじゃないとおかしいよねみたいな感じで説明されてるので、はいはい、まあ、ちょっとね、これね、最初言おうとしたら長くなりそうというか、まあ、そもそもアリストテレスはね、こういうこと考えてたのかいいと思う。いろいろ哲学ラジオっぽくなっちゃって、僕わかんないので、ね、まあ、まあでもそういうこと言ってますと。でね、もっと具体的に言ってる部分があって、まあ、アリストテレス別にハエとかだけじゃなくて、いろんなものが自然発生する植物とかあるんですけど、一つね、昆虫にあたる部分について語っている、はい、まあ、説というか、章があって、うん、そこではですね、まあ、ざっくり言うとね、まあ、昆虫のこと、まあ、有節動物って表現しますけど、はい、説、節があるってことですよ。ああ、はいはい、はい。節がある。有節動物。まあ、確かに、昆虫ってね、節があるから、うんうん。それはね、3種類いるみたいな感じで、うん、ちょっと引用しちゃうと、まず1種類目は、有節動物のあるものは、交節するし、ちょっと中略、共通の名前を持つものから発生するのであって、はい、例えばバッタ、はい、セミ、毒グモ、スズメバチ、アリがそうであるって言ってますと。まあ、これ何が言いたいかというと、まあ、つまり、一見わかんないね、ちょっと。
まあこれはね、でも実はね、今の僕らが当然と思ってるやつらはこいつらっていう。まあつまり共通の名前を持つものから発生するだから、まあハエの子はハエ、はいはい、トンビの子はトンビ、うん、カエルの子はカエルはい、はい、ですっていうことを言ってます。でまあ僕らも当たり前ですが、人間の子がチンパンジーになるとかはまあ基本考えない。まあそうだね。でまあそのことを言っていて、バッタ、セミ、毒蜘蛛、スズメバチ、アリはそうらしいです。はいはいはい、はい、アリの子はアリ、スズメバチの子はスズメバチ、毒蜘蛛の子は毒蜘蛛、もう一種ある。でこれに対してあるものは交接して子を産むけれども、うん、ウジのみを生むのであって、もう急に出てきたね。まあ、ウジ、まあ、幼虫のようなものだと思うんですよ、うんうん、芋虫も。しかも、それら自身は動物からではなく、腐敗した状態の液状物から発生するが、うん、あるものは腐敗した状態の固形物から発生する。うん、例えば、のみ、ハエ、半苗がそうである。はい、つまり、のみとかハエとか半苗は、腐ったものから生まれてきて、生じて、自然発生して、うん、交尾はするんだけども、ウジは生まだけ生まれて、ウジが大人になることはないと。ハエとか、成長になることはない。はいはいはい。ということを言ってますと。で、もう一種類が、これに対してあるものは動物から生まれることもないし、交接もしないのであって。うん、か、コーノープス、またその類の多数のものがそれに当たる。このコーノープスってのはブユのこと。ブユね。ね、らしいですね。なので、まあ、つまり蚊とか、ブユみたいな、うん、まあいう、まあ、ちっちゃくて飛んでる系、ね、はいはい、その他多数みたいな、ブワーンと飛んでる系ね、ブワーンと飛んでる系は自然発生するし、しかも交尾もしないと、はいはい、そもそもしないよと言ってると、パッと生まれてパッと消えるみたいな、みたいな感じですね。自然発生だけして、うんうん、出るだけ出て消えるみたいな、ね、あ、そういうことを言っております。なるほどね。なんかこれカンヌだったかな、カンヌ、はい、カンヌ映画、ほいほいほい、みたいな、さあ、はい、ありますね、劣ったラムっていうアイスランドだったかの映画があるんですけど、うんうんうん、アイスランドで夫婦2人が牧場を営んでて、うん、そしたら飼ってる羊から羊人間が生まれてきて、予告だけ見た、あれ見た、ちょっと怖そうなやつだよね、ちょっと、そう、ちょっとホラーみたいな感じのやつなんですけど、あれもなんか多分ね、向こうの人の感覚からしたら急に発生した、うん、羊の子供、羊人間、うん、でなんかそのさ、あの馬小屋でイエスキリストが生まれたみたいなのもあるから、多分なんかそういう文脈もあって、あ、奇跡の子じゃないけど、そう、ね、っていう感じで、親じゃないものが生まれてきた、うん、親と同じじゃないものが生まれてきた、うん、っていう風にやって、あの育ててたんだけど、実際はあの親と同じだったみたいな、お、そういう、っていう、確かそういうね、あ、これあれですね、あのラムのネタバレを含みますっていうのはちょっと最初に言っとかなきゃいけなかったですね。いやでも、あ、そうなんだ。はい。あ、なんかそういうのとか見てたらな、そういう文脈で語れたりする。なんかだから意外とさ、そのだからまあネタバレ的な話だけすると、要でも最初は自然発生した羊から生まれた、まあ神の子みたいな、そうそうそう、のをさ、日本人が日本映画で描いてたら、なんだこの設定ってなってた。なってたかもしれないけど、もしかしたらそういうのを受け入れる土壌が、うん、あるのかもね、まだヨーロッパね、実は、うん、ないって分かってるけど、なんか奇跡が起きればそういうこともあるのかな、うんうんうん、みたいなのあるのかもしれない。もしかしたらその影響はアリストテレスの影響かもしれないですね。まあ今言ったみたいに、まあ、少なくとも昆虫の説明だけでも3種類中2種類は自然発生するって言ってるんですから、うん、はい、まあ種の数はねちょっと分からんけど、まあまあ全然自然発生ありえますっていう感じで語ってます、うんうん、でもまあ不思議というか、まあ面白いのが、やっぱりアリストテレスは自然発生の条件に物が腐るという仮定をなんか重視していた、うん、なんかねみたいです。なんか腐敗物ばっか観察してたんじゃないかっていうぐらい、うん、まあ、でも確かにハエとか、まあ、蚊とかもね、腐ってるような、 なんか臭い水のところで生まれたりするから、うん、まあ、その連想なんだろうなって今は思うんですが、まあね、あのちょっとねそこをね細かく書いてる説があったので、ちょっと引用してみました、うん、これはね、核皮動物って呼んでいるアリストテレス。核皮。殻、あの、難しい殻の字に皮ですね、はいはい。卵の殻とかね。あ、そうです、そうです。卵。地殻。あ、そう、地殻変動の地殻の、はい、皮、あの、皮膚の皮。皮膚の皮。の動物と書いて、まあ、貝とか、そういうやつ、あとカタツムリとかも、まあ、貝ですけど、の含むやつらのことを書いているところがありまして、うん、ここにはね、もうちょっとね、具体的なプロセスが書いてありまして、引用すると、まあ、この仕方、まあ、自然発生ってことですね、はい、で形成されるものはすべて、
土中、まあ、土の中であれ水中であれ腐敗し雨水が混合することに伴って発生するのは明らかである、うん、おお言い切ったね随分とすなわち甘い水、まあこれ真水のことらしいです、うんうん、真水が分離されて、うん、形成中の資源、また難しいですけど始まるに原っぱとか、ねはいはい、資源に入り込むとでも真水が分離されて何かな、雨水からかな、うん、で形成中の資源に入り込むと、うん、余剰のものは、まあ、余ってるものはそのような形態つまり腐敗を取る、はい、だが腐敗しても何も発生しないのであって、うん、発生するのは熟成されることによってである。腐敗ないし腐敗物は熟成され尽くしたものの余剰物なのである。余剰物って言葉が、ね、いっぱい使われてるからどう今のこの余剰物は何のこと言ってるのかとか分かんないんですけど、最初はねなんか排泄物のことを余剰物って言ってたけど、うん、なんかねここら辺ね全部ね同じ単語使われてるっぽくて、あなんかねここの余剰物は排泄物の意味じゃないっぽい。なるほどね。なんかねだからこの余剰物みたいなのもやたら出てくるから、はいはいはい、ちょっとねすいませんあのちゃんと理解してないんですけど、なんかねこのいろいろあるんですよ。例えばちょっとこれあるんですけど精子の説明も、うん、精液のことをなんかそれも余剰物みたいな表現してて、ね、なんか本質じゃないみたいな感じなんですかね。でも余剰物が熟成されてみたいなこと言ってるのでちょっともうよくわかんないんですけど、うん、まあでもここがロジックですよ。はい、明らかなんですからこれがね、はい、明らかであるって断言されちゃったね、うん、ただまあこの腐敗というプロセスを経て熟成され尽くすと、うん、発生すると、うん、その資源の方が発生しその余剰物が腐敗物となる。もうよくわかんないですね。なんかねすごい迷宮に迷い込んでしまったような感じがする。なんか腐敗物のラビュリントスになんか入り込んでしまった迷宮に、いや、うん、本当にそんな感じで。ただこの資源ってのも多分ねアリストテレスをちゃんと理解すると一貫してる考えなんだと思うんですよ。なんかでしょ、余剰物と水があって、うん、うんってなって熟成したらまあ生まれるっていう、生まれる蚊が生まれる、武勇が生まれるみたいなもんです、はい、これが資源ですっていうね、そうなみたいな感じです。これは明らかなんです。明らかなんですよ、ね、どう見たってそうらしいんですよアリストテレスに明らかですっていうふうに言われちゃったらさそうですねってなっちゃう、ね、一旦とりあえず飲み込むよ ね、うん、まあまあいいか一回読んでみようみたいな、なんか理解できてない自分が悪いのかなって思っちゃうね。明らかなんだ、じゃあ俺が知らないだけかみたいな、サバの模様ってことですねみたいなねいや本当にあの複雑なあれなんだっけ、ね、なんちゃらなんなんかね数式で表せるとか言うけど、ね、全然分かってないです僕も。でも明らからしいですあれも、デジタルネイチャーなんですねみたいなみたいなね、でおおはいとか言いながら ね、まあ、そんな感じですアリストテレス。一応ねアリストテレスの用語というかしとくと、うん、この時代の知識人はほぼほぼ自然発生は普通だと思ってます、うん、まあ当たり前ですけど、はい、まあ、当たり前じゃない人たちもいたっていうのはちょっとね、うん、この後ってか次回かなとか喋ろうと思ってますけど、まあ、少なくともアリストテレスと一緒でみんな自然発生はすると、うん、ただ、例えばアリストテレスは腐敗みたいなプロセスを重視したけど、はい、他の人はいやなんか大地が温められることの方が大事なんだとか、あ熱が大事なんだとか、まあ、いろんなことを言ってます。で実際アリストテレス著作中で誰々はこうやって自然発生すると言ってるがあれはちょっと違うんだよねみたいなことも言ってるので、批判もしてるんですね。してるので、まあ逆に言うと他に唱えてる人もいっぱいいたということなんだろうなと思っています。でまあこんな自然発生説アリストテレスがまあ唱えて、はい、それ以降の人々も、まあ、アリストテレスの前の人からも唱えてましたけど、まあ、アリストテレスが代表的にというか、うん、まあ、持ち上げられる形で17世紀ぐらいまで全然生き残るんですが、こいつらが、まあ、今の僕たちの常識からするとないと思ってるってことはどっかでね終止符が打たれたような形になるわけですけど、その自然発生説、はい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 、違うよと、違うよと、明らかでないよと、明らかでないよと、決着が最終的につくのは、まあ、19世紀ぐらいまで待つ、うん、19世紀ぐらいというか19世紀で待つことになりますし、はいはい、フィッシュハウスができ始めるぐらいですね懐かしいな、いやゴミだろこれそうフィッシュハウスでおなじみの、もう一生忘れないですよあれ。で確かにそのくらいかも、うん、くらいかもね。だからそう考えると面白いね、決着がついたっていうのをちょっと先取りして言うと、要はまあ生き物に対する理解がすごく深まった結果なんですよね、うん、その時にやっぱりその水族館がね出来上がった背景にはそれを見たいと、うん、知りたいという大衆の欲望があったみたいな話しましたけど、うんうんうん、知的好奇心がだからそういうのがやっぱりできてたんでしょうね、もう19世紀には完全に、うん、やっぱ好奇心もあったし、あと観察できるようになった
そうだね、っていう技術の発展もね、そうですね、うん、伴って大きかったんじゃないかな。まあ余韻は20世紀まで残ったんですけど、この自然発生説を唱えてる人が、うん、まあ、いたって意味では20世紀まで行くんですけど、ほぼほぼもう科学界ではないよねってのはもう19世紀に決着つくことになります、うんうん、もう今地球平面説と同じぐらいのね、うん、あの説の信憑性っていうことですよね。ああ、そうですね、昔は唱えられてたし、うん、熱心な人もいたけど、まあね、今NASA からの写真とか見させられるとね、うん、まあでも NASA もね、陰謀かもしれないですけどね。まあちょっと分かんないですけど、ちょっと待てと。はい。アリストテレス、確かに僕はずっと言ってたのは、17世紀ぐらいってずっと言ってたんですよ。うん。17世紀に、までかかったのは、確かにスコラ哲学とかの影響のもあったし、キリスト教会のね、影響力とかも強かった。17世紀ぐらいまではね。でそこまでは、まあ確かにアリストテレスのその意見が伸びるのは分かるんだけど、17世紀とかになってその科学革命でね、何回か言ってるけど、うん、まあ、いろんな科学知識が増えてきた頃にがあったのに、またさらに19世紀まで、はい、2世紀もかかってるわけですよ、決着つくまで。まあ確かに200年ぐらいあったんですよ。もうちょっと早く ね決着つけろやと思うんですけど、これがダーウィンって種の起源っていつぐらいでしたっけ。あれも調べたら、19世紀でした。ごめんなさい。はいはい、19世紀に進化論出てる。そうなんだね。ますが、まあね、これなんで17世紀から19世紀まで生き残るきっかけになったのは、うん、まあ、最初にもちょっとあの前回言いましたけど、レーウェンフックさんが。お前か。理由なんですよ。ダメだね。ただね、レーウェンフックさん自体は自然発生説を信じてないんですよ。信じてないんですが、彼がやった実験の結果が、うん、逆に自然発生説を盛り上げるみたいなことになってしまうみたいな展開がこの後あってます。あ、激アツですね、それ。そうなんですよ。うわ、それあれですね、なんか一番最初にさ、うん、ゆる哲学ラジオのなんか雑談会の方でやった、うん、なんか草葉の陰でみたいな。はい、あ、でもそんな感じです。ねえ、レーウェンフックさんは違うと思ってたのに、うん、レーウェンフックさんの実験の結果のせいというかもうあり。はい、逆に、自然発生説がそれを根拠に文句を言うみたいなことが現象が起きていくと。いや、しかもさ、その自然発生説を唱えてる側からしたら、はい、俺らに反対するあいつが出した結論は そのこっちの自然発生説を強めてるんだぜって、めちゃくちゃなんかこうね、水を得た魚のような。そうなんです、もう本当にその通りで、まあ、これもね、もう次回だけど、うん、この後は何が起こるかというと、はい、実験合戦とその実験の解釈合戦が200年ぐらい続きます。ああ、面白い。18世紀から19世紀までは、ひたすら実験とその解釈をめぐっての争いです。へえ。これがまた、しんどい。これを次回お話しいただけるということですか。っていうことですかね。いや、これは面白いですね。ということで、まあ次回は、はい、ちょっと、否定の話をします。今はちょっと発生説の歴史みたいなしましたけど、うんうんうん、それは自然発生の否定の歴史みたいな。はい、これからしていこうと思ってます、うん、まあ、自然発生説って全然普通にかありえるよねって話で小林の例出しましたけど、うん、僕は大学生の頃ゴキブリにも悩まされまして、ほうほう、まあ、賃貸でね、初めてっていうか、まあ、まともにね、一人暮らしをちゃんと始めた時に、うんうん、ゴキブリがどうしても出てくるんです、来てたんですよ。どうしてもね、どうしても、あの本当に嫌で対策して、うん、例えば、まあ、もちろん最初はね、例えば生ゴミとか出たらもうすぐもう袋の封閉めちゃって、はいはい、とかね、してて、できるだけ長く置かないとか、それでも出る、うん。次はもう、生物とかを全部冷蔵庫に入れちゃって。おい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 。そうだな、もう、ゴミは閉めてる。で、食べ物は全部冷蔵庫に入れてる。うん、だから食べるもんないじゃんって状態にしても出てくるみたいなことが起きて。本当にそれはない。でもさ、やっぱ、普通に考えるとさ、汚いところとかだから出るのかなとかさ。そんなに家汚かった？いや、自分の中では綺麗にしてって、うん、少なくとも生ゴミ的な汚さは。はいはい。あんまないと思ってたのに、そっからでも俺、家で料理するのが嫌になっちゃって、生ゴミ出るから、うん、もうひたすら学食で食うみたいなさ、あ、そういうことしてもゴキブリが絶対出てくる。やだね、なんか。そう、みたいなことが続いてて、なんですって、もう本当に頭おかしくなりそうだったんですけど。ゴキブリ出すぎて。出すぎて。うわーってなって。そう、対策してるのにと思ってさ、それこそね、ゴキブリホイホイとかやるとさ、うん、トキラさんの小林じゃないですけど、うん、まあ、1匹いるかなと思ってたら3匹ぐらい引っかかって、はい、と思うみたいなね思ったんですけど、まあ、結局ね、あれでした、洗濯機の排水口のホースが流れてるあそこの隙間とか、うんうん、シンクの下の隙間とかを全部埋めたら
一切出なくなりました出入り口が分かったんだね。そうで、あの外から来てたみたい。ああっていうのが分かって、まあ、部屋の中で自然発生はしてなかった、うん、でもやっぱりね、そう、あと今考えればそりゃそうかと思うんだけど、今思えば全部大人だったし、なんか子供とか見たことなかったし、子供の動きぶりとか、はいはい、中で発生してんだったらさ子供が言いそうじゃん、うんうん、大人ばっかだったから今思えばそうなんだけど、うん、それも全部後知恵でさ、はいはい、その時はマジで家の中のどこかで繁殖してるんだってマジで思った、ね、うん、まあ、自然発生とは思わなくとも思ってましたけど、まあなんかね、素朴な感覚として汚い T シャツばっか置いてあったんじゃないのあ、しかしたらね自然発生のね実験をね、そうよ、いやでしてたかもしれない。やっぱね、小麦粉だとネズミだから多分黒糖とかああ黒糖ね、うん、あの黒酢とか、黒酢と黒糖どっちもね鹿児島県とかね取れますからね、よくそういうのを、はい、汚い T シャツと一緒に置いとくとあったのかも、自然発生するのかもしれないよ。してたのかもしれないですね。まあ自然発生とか発想って全然するよねっていう、まあ、一応用語の話を、うん、バカにするつもりは別にないですって感じです、はい。アリストテレスの本ね、ちょっと皆さん読んでみてください。思ったより、ちゃんとしててびっくりしますよ、やっぱ。ちゃんというか。アリストテレス、ちゃんとしてるな。そうそう。なんかね、こういうのちょっとやりたいなと思ってて、うん、なんだっけ、あのさ、博物誌書いたプリニュースだっけ？プリニュース。はい。プリニュース。大プリニュース。そう、大プリニュースか、そう、小プリニュースもいいのか。はい、博物誌の動物の記述は結構適当が多いみたいで聞いたことあるんですけど、読んだことないので、僕もこれよりも読むまでアリストテレスも割と適当なこと書いてるのかと思ってたんですけど、はいはい、全然そんなことなかったんで、なんかぜひね、それを元にした台本とかね、うん、作りたいと思ってます。テルマエロマエ書いた山崎マリさんか、うん、プリニュースの漫画確か書いてた。あ、そうなんだ。そうなんだ、さすが古代ローマ専門家みたいなプリニュースの漫画ね、出てますよ、出てます。なんかめっちゃ出てますよ、関数。あ、僕はテルマエロマエちょっと読んだことあったから読んでみようか。全12巻、読みやすいね。読みやすいね。全然なんか1週間あれば読み切れる、全然、うん、こち亀とは違うかな。こっち亀すごいです、うん、生物学もさ、まあ、一応科学っぽい科学だからさ、なんかあんまりね、基本的には昔の本の方が誤りが多くて、新しい方がまあ最新の説が読めるっていう意味ではさ、やっぱ古典をね読まながちなんだけど、古典と言っても種の起源ぐらいしか遡らないみたいなことが多いんだけど、いやだって生物学者で僕大プリニュースが好きでっていう人あんまいないだろあんまいないね、いないけど、でもやっぱりね、これ見て思ったのは、現代生物学とはちょっと違うかもしれないけど、やっぱり生き物の研究の基礎は、うん、基礎とかはもうここからこういうところからもう始まってたんだなってのは実感したので、はいはいはい、ぜひこれからね、確かにちゃんと古い本で間違いだらけと思われてるけど、うん、その中でもちゃんとしてるところをなんか抽出して、うん、なんか読んでくるのは面白そうだなと思いました、うん、意識しないと思う。でもね、面白いっすよ。当時の人たちの様子、これちょっと余談で話しちゃいますけど、これね、雑談にしようかなと思ったけど、読み込みが甘かったんで、ね、やめたんですけど、やっぱね、まあ、もちろん正確な記述もあります、うん。で、もちろん間違ってる記述もあるんだけど、一般の人はこう言ってるが、うん、私、アリストテレスはこう違うと思う。なぜならこうだからだ。みたいな言ってるのが結構ある中の一つで面白いなと思ったのが、ハイエナ。ハイエナ。ハイエナは両性具有だと。はい。巷で言われていると。おういう話が出てくるんですよ、うん、で、それは違う、なぜなら、まああのまあ、解剖したら分かるけど、うん、まあまあ、オスはオスの精巣とか持ってるし、はいはい、メスは子宮を持ってるしみたいな、まあ、話があって、まあ、他の動物たちもそうだし、うん、それは自明でしょみたいな感じで書いてるところがあるんですけど、はいはい、これね、なんていうか、その僕は一般の人たちもよく見てるなってちょっと思ったのが、あれね、両性具有要素あるんですか、ハイエナで。ハイエナって、性器を見て、一見見ただけじゃ、オスかメスかわからないぐらい、メスが立派なもの持ってるんですよ。知らなかった。要はその、やっぱさすが、おちょちょの吉野部さんですね。違います、おちょちょの吉野部。正確には、だから、まあ、めっちょちょなわけではありますが、うん、その、なんつったらいいんだろうな、これ、言っていいのかな。いわゆる陰核と呼ばれる部分ですね。はいはい。まあ、学術用語ですよね。陰核がでかいんです。へぇブラブラしてるんです。すごいね。しかも、性的興奮すると硬くなる。へぇはず。じゃあ、そりゃわかんないわ。そう。あ、うん。俺の記憶が正しければ、そういうこともなるんですよ。で、ハイエナって結構メスが強い。あ、そうなんだ。オスと比べてメスが強いみたいなのもあるので、一見観察すると、あ、みんな
同じもの持ってるように見えるけど出産もしてる、うんうんうん、あこれ両性不遇かなみたいな観察とかって全然ありえるなって、まあ、今の僕なら思ったりしたんですよ、うんうんうん、そういうのが見えたりして、なんかそういう当時の人たちのなんか思い込みとかもなんか突拍子のない発想もあれば、うん、こういうあ、まあ、今から考えれば全然その考えありえるよなみたいなのもあって、うんうん、アリストテレスの考えもそうですけど、なんかよく出てくるんですよ、なんか漁師たちは魚はメスしかいないと言っているがみたい な, なんかそういう文章なんですけど、うんうんうん、でもね、もしかしたらね、魚詳しい人は知ってるかもしれないですけど、魚によってはね、最初メスしかいなくて、途中でオスに性転換して、オスが出てくるやつとか、ねうんうん、いたりするので、漁師たちもしかしたらそういうの見てたのかなとかさ、はい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 、なんかそういうちょっと深読みしてみるみたいな。おぉ、いいね。やってみたいなと、めちゃめちゃ思いました。面白そう。ということで、ちょっと最後雑談でしたけど、はい、次回はね、思わぬ着地でしたね。思わぬ着地ですね。次回は、はい、次回はもう、否定の歴史の話をしていこうと。今回ね、ハイエナの話だったと思う。そうですね、はい。はい、ハイエナは、どっちも、オスもメスも立派なおちょちょっぽいものを持っているというところで終わりにしようと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。